涼しいですね。最高気温が24度、パリピたちが完全に去って夏が終わったと、イビザの夏が終わったっていう感じです。さて、今日行くのはサラダビーチなんか名前が不思議ですけど、このイビザの中でも数あるビーチの中でもかなり綺麗な場所ということで、そこに行きたいと思います。まあ、バスでサンアントニーから、片道2ユーロで、行けるんですけども、まあ9ユーロで往復この船で行けるので、はい、まあ歩くこともなく、もういきなりそのスポットに行けるということで、せっかくねイビザの海に来てるので船で行きたいと思います。それではイビザのビーチに行きましょう。カーササラダ、いやちょっと思ったよりすごいなこれ。いやこれは来てよかったし、あのバスじゃなくて船を選択してよかった。あのもうイビザのサンアントニーとか、中心地の近くはもうクラゲが結構出てて、まあ、海入れないっていう話だったんですよ、地元の友達が言ってたんですけど。ところがここはね、クラゲ普通にいなそうですね。しかも海だけじゃなくて、このね、何？すごい岩のこの地層とか、これも楽しいね。いやこれはすごいとこだよ。あのね、あのカメラで映せないんですけど。船降りたもう目の前のところで、あの中年っぽい男女2人がマリファナ吸いながら、2人とも完全なヌードで、船着き場のところに2人でお構いなしで いるんですよね。ちょっとそこもビビりましたが、そんなことよりこれはすごいわ。これはすごいでしょう。これはすごい。いや、これはやばい。いや、もっと早く来ればよかった。さてと、皆さんがいるところに私も行きたいんですが、これどうやって行くんでしょうか。まあ、とりあえず
行ってみたいと思います。来てよかった。中でも屈指の透明度と言われる、傘サラダサラダビーチです。あとね、私ここ最近いろんな海に入ってきましたけど、初めてかな、結構ヌーディストの人いるんですよね。男女問わず、なんとなく気まずいですけど、もうすごい堂々としてるんでね、当然映像には収められませんけども、はい、まああんまりそこに気をとらわれすぎず海でエンジョイしたいと思います。これはいいぞ。毎回ね、温泉みたいな感じで入っちゃってますけど、これはすごい。おお、いや素晴らしいね。魚も見ますかね、これ悠々と泳いでるな。魚もねいますね。もしかしたら今年最後の海になるかもな。いやね、パーティーだけじゃない、クラブだけじゃないね、イビザはもう島自体が世界遺産ということですけど、本当に宝のような場所ですよ。ビーチでギリギリまで遊んで、もうすぐにその場所で船が迎えに来てくれるので、もう絶対船がいいですね。サンアントニオから往復で9ユーロめちゃくちゃいいです。コスパいい。やっぱり
海で遊ぶとそれなりに体力使いますから、そこからまた歩いてバス停行ってバス乗ってとかね、またバスを待ってとか結構めんどくさいですから、ポートトゥーポート、ポートトゥービーチ、もう船がベストです。カーササラダ来てよかった。ここがイビザでもまたヨーロッパでももう指折りの綺麗なビーチということで、そういうねところに結構気軽に来れる。サンアントニオに拠点を置いたのも計画的じゃなかったですけど良かったです。そこまで見える透明度。もしサンアントニオに滞在したならばもう絶対に行くべきサラダビーチ、しかも船で往復9ユーロでした。素晴らしい素晴らしいサラダ体験でした。アディオス。